今じゃあ連ドラをで、シェアして、こんばんは、こんにちは、こんにちは。すいません、本当に皆さんお待たせしました。お仕事行くねだって頑張ってください。本当に申し訳ないんですけど、ちょっと仕事の予定で今から12時28分までって言ってたんですけど、ちょっと切りよく15分で30分間配信にさせていただきたいなと思います。あ、連ドラ、ちょっと急遽の変更なんですけど申し訳ないです。なのでできるだけ残りの30分分を今日このあと10時半から予定しているんですけど、10時半から11時半12時まで、10時半から12時までやれたら多分ぴったり3時間だと思うので、ちょっとそういう計算で10時半から12時っていう形で、1時間半やりたいなと思っています。ちょっと本当にバタバタで急遽の変更で申し訳ないです。よろしくお願いします。なのでこの配信は15分までの、30分間配信にさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いや、こちらこそ本当皆さん忙しい中ありがとうございます。そして連ドラ法って何って言われたんですけれども、この配信を見て初めて見てくださった方に改めて説明すると、今連続ドラマ、地上波連続ドラマに出演する権利をかけてのイベントが行っていて、でそれで連ドラに出演したいから連ドラ、法は私がドラゴンズファンなのでドラ法とか、野球が好きな人は分かると思うんですけど、なんとか法って勝った時とか言うじゃないですか、その法をかけさせていただいて、くまちゃん連ドラ法っていう形にさせていただきました。はい、ということでちょっと仕事前にご飯を食べます。けん玉もちゃんとね見て15分刻みで、ご飯を12時ぐらいには食べ終えて、そっから、まあ、けん玉はそんな15分もやることないんですけど、じゃーん、けん玉ちゃんと持ってきましたよ。ちょっと絡まっちゃってるけど、めちゃめちゃ絡まっちゃってるじゃん。できたできた、ちゃんと持ってきてよ。けん玉これで絡まりが取れたと見て、よし、オッケー、自前です、自前、家に置いてあるけん玉を持ってきました。けん玉できるイメージはないんですけど、うん、まあ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 、できるかできないかの問題じゃない、楽しむ気持ちが大事。はい、ということで今日のご飯はさっき急いで買ってきたいなり寿司、おいなりさん、先ほど買ってきたいなり寿司を食べたいと思います。皆さんも食べましたか、お昼は。これからかな、食べながら見てるだって一緒だね、じゃあ食べる時間。ではいただきます。うん、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 お稲荷さん好きなんですよね。うん、うん、
うまうま。おいしい。甘いお稲荷さんです。はーい。おいしいですね。はじめまして。豊橋の黒っぽい稲荷寿司あるよね。他の上位メンバーみんな夜2時間ぐらい配信するからポイント積まれて追いつけないかも。あ、途中から入ってきましたかね。この配信30分配信になったので1時間半配信を夜にやることになったんですよ。何食べてるの？稲荷寿司。お稲荷さん。お、新幹線着いたから失礼するね。お疲れ様です。新幹線移動大変だ。なんか6個入りだったから食べきれるか不安だったけど全然余裕だ。うん。お水。私のルーティンじゃない、私の決まり、いつもビニールに入れちゃう。そう、ごめんね、ちょっと私今日1時間配信昼にやるって言ったんですけど、今日ちょっとあのお仕事の時間も兼ねてちょっと準備もあって、ちょっと15分にキリがよく私がちょっと遅れちゃったんで45分配信になっちゃった、45分から配信になっちゃったんですけど、30分配信させてもらって15分にさせていただきます。すいません。うん、上に入れとくね。12時15分まで。よろしくお願いします。ありがとう。乾杯。ああ、おいしい。バッチリ。お、黄色いクマもありがとう。人生最高のお稲荷さん、なんだろう。けど本当豊橋のお稲荷さんは美味しかった気がする。
あの番組じゃない、仕事で行かせてもらったんですけど、いなり食べて美味しかったな。豊橋の娘のお稲荷さんある？今日のくまちゃんよそ行きですか？今日仕事なので仕事モードの服装です。仕事モードなのであのパンツルックの服装で行ってます。白ごま入りが好き。いろいろあるよね。いや私結構何も入ってないのが一番好きかもしれない。あとはどこのお洋服ですか？これはね韓国のブランドだよ。けどちょっと前に買いました。どこなんだろう。伏見稲荷のお稲荷さん、私毎回京都の伏見稲荷に初詣行ってたんですけど、最近は初詣なかなか行けなくて、名古屋の方に行っちゃうんですけど、結構あの SKE 入る前は、まあ、入ってからも行けるときは行ってたんですけど、毎年初詣は京都の伏見稲荷さんに行って家族で京都観光をして帰るというのが決まりでした。楽しかった。で毎回京都のどこにあるかな、栗焼き栗屋さんがあるんですけど、それがめちゃくちゃ美味しくて、いつもそれを買って家に帰ってその栗を食べるっていうのが楽しみにしていた出来事でした。名古屋熱田神社、熱田神宮か熱田神宮行ってます。熱田神宮もいいところですよね。結局いろんなところ行っちゃうかもしれないけど、挨拶に熊ちゃん的中 T シャツたった今届きました。だってありがとうございます。そう今再販してるんですよね。ぜひぜひ当たるか当たらないかはあなた次第ですけど、その T シャツが力になるかどうかも分かりませんが、パワーは込めておきました。気持ちは的中です。今日も予想頑張ります。なんか今日シュッとしてみます。最近ね多分きっとショールームがすっぴんむくみの熊崎しか見てないから、化粧している熊崎を、けどまあ昨日のドラゴンズの配信は化粧してたからすっとはしてたかもしれないけど、髪の毛結んでなかったからかもしれない。ちょっと朝と夜がどっちもあのすっぴん状態でむくんでる状態で出てたから、ちょっと久しぶりにこのメイク姿を見てスッとしてるって思ってもらってるかもしれない。髪の毛も結んでるからね今日特にじゃない。
今日はこうやって結んでるから逆にスッとして見えるかもしれないです。あと2個。みんなは何食べてるの？すごい、お稲荷さんだったらつぼやがいいです。つぼやすごい、さっきもおすすめしてくれてた。おにぎり、お弁当、パスタ、これからメニュー見るよ。プルコギの美味しそう。冷たいお蕎麦。うな重、うな重ってめちゃ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 いいじゃん。ご褒美じゃん。うな重を昼に食べるってどんな感じ、どんな感じって聞くのあれだけど、なんか特別な日だからうな重を食べるって感じなの？それとも普段からうな重はもう別に特別な日とかじゃないよって感じ？特別な日ですね、だって。うな重美味しいよね、ほんと。私も大好き。逆に昼だとランチとかで安くなってるからうな重いいねってなるかな。確かにランチで食べるわ。確かに特別な日でもランチに食べに行くよね、うな重って。確かに確かに、めっちゃ言うやん私。ケータリングで、公園のねケータリングで、うな重が出た時あったんですよ。です、めちゃくちゃ喜んで、もうほんとうなぎが乗って、で卵が下に引いてあって、で海苔がまばらに振りかけてあって、めっめっちゃ嬉しくて、絶対リハ頑張って踊って美味しく食べようって思って。でも最高じゃんって、もう SKE すごい、うな重も出るのランチにって思って、すっごいリハーサル頑張って、ですぐにそのうな重に飛びついたんですけど、うな重じゃなかった、うな重風かまぼこでした。かまぼこでした、うなぎではなかったです。けど見た目が全くうなぎだったんで、間違えてたらかまぼこでした。美味しかったけどね。うん、サマーツアーの当選メール来たよ、だったよみんな。けど味はうな重の味してたから、やっぱタレだけで食べれる説、タレとご飯があればいけるかも。
めっちゃ美味しかったけど、ほんと。うん、食べてるのにごめんなさい、食べてて喋れない。おいしい、おいしいじゃない、おいしいじゃない、嬉しい、嬉しい、嬉しいを、おいしいって言っちゃった。ありがとうございます。いなり寿司も美味しかったんですけど、嬉しいです。まだ油断できないよ。そうなんです、油断しちゃいけないっていうのを昨日すごいファンの方にも言ってもらえたので、お金ポンチにならないように。では手を合わせてください。ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。そうそう、最後までシーソーゲーム、シーソーゲーム。はい、ということでもうすぐ15分にもなってしまうので、その前に皆さん、この喜びを私けん玉で表しますね。よっしゃ。今あのスカート履いてるんですけど、今あのズボンが、自分が履いてきたズボンがめちゃめちゃブカブカすぎて、衣装さんに直してもらってます。なので今はスカートです。じゃん。あ、けど見えない見えない、自分の顔も見えない。どれぐらいがいいんだろう、ちょっと後ろにしよう。どうどうどう、これでいけるんじゃない？ではよし、大皿にのせます。1、ありがとうございます。いきます。ずずず、隣でやってる。イエーイ、すごくない、成長じゃない。1、ありがとう、ふー、1、ありがとう、イエーイ、エンダマーできたー、やったー、1、ありがとう、頑張りましたね。やったよ、すごくね、一発で決めたよ。未完成の時に決めろって話だけどね。え、すごい、スクショ。はい、ということでもう一回。え、すごくない、ちょっと上手くなってる。今何分、10分だからいける。よし、調子乗ってどんどん行きます。ん？なんか見た？見てないよね。ほっほっ、あー、めっちゃ惜しい、めっちゃ惜しい。ん？調子乗った。ちょっと紅白歌合戦を目指して頑張ります。
じゃあなんかさ、うちのさ家族面白いんだけどさ、この話したよね、したかもしれないんだけどさ、あのお正月紅白歌合戦でさ、けん玉あるじゃん。そのけん玉の時に毎年恒例なことがあって、初見ですだってありがとういらっしゃい、そうなんか毎年恒例にしてるものがあるんだけど、その紅白歌合戦の時の、あ、大晦日か、紅白歌合戦ってに、あのけん玉あるじゃないですか、けん玉順番にやっていくやつ、ゼッケンつけていつもやってるのがあの例えば145人だったら146って書いた紙を作って、ゼッケンを作って貼るんですよ、弟に。で弟に貼ってこうやって145成功ってやってる間に146の弟がやってんの、勝手にエントリーしてんの、参加しに行ってる。めっちゃ面白いよね、エントリーシステムしてるんです。で私も去年だったっけ、どっちだったっけな、私もこの前やって成功ってこれ動画でやってるんですよ。なんか弟がけん玉得意だから、で私がこれゼッケン作ってやろうよみたいな、弟参加しないよみたいな、やってよって言って、動画撮ってるからさって言って、ギネスやって、で順番にやってってんの。めっちゃおもろいよね。いきます。おっ、おっ、来た来た、うっ、こっちいけるかな、ほっ、はぁ、見た見た、え、すごくない、ちょっと最後にいいところを見せられました。その動画めっちゃ見せたいんだけどさ、その動画本当に見せたいんだけど、毎年あげたいっていうぐらい面白いっていうか、自分が勝手に好きなだけで、めちゃめちゃその動画あげたいんだけど、顔がまんま映ってるからさ、え、ちょっと成長したところ見せられたんじゃない？うわ、よかった、嬉しい。こんな短い時間ですけどありがとうございました。最後に決められてよかったです。かっこよくぽい、中二病っぽい、中二病っぽい。こんなポーズ決めて、はい、ということで、壇上の方のランキング読ませていただきます。1位ゆうとん、2位つくいさん、3位、旅人のともさん、4位ふせしゃん、ふせさん、5位 k.n さん、6位すっぴーさん、7位しょさん、8位新潟の大さん、9位しんちさん、10位六甲さん、11位チキンコージさん、12位ゆかちゃん、13位、クマティののりさん、ありがとうございます。この回もありがとう。そして貢献ユーザーも、しばちゃん、2位かずーさん、3位もえちゃん、4位まことさん、5位チキンコージさん、6位旅人のともさん、7位なりぴょん、8位まもな、9位ゆうと、10位いずみさん、ありがとうございます。急遽いろいろ変更になってしまいましたが、ありがとうございました。続いての配信は22時30分からやりたいなと思っています。またそちらも X の方に書かせていただきます。ちょっと仕事の状況でちょっと押してしまったりとかあるかもしれないんですけど、多分22時30分だったらいけると思うのでよろしくお願いします。それでは以上、くまちゃんこと熊崎遥とけん玉でした。また会おうね、ありがとう。お、ちょうど15分や。またねー。